Just like me, it's a good thing. Baby, don't throw my love away. 皆さんおはようございます。斉良平です。今日は12月20日火曜日です。昨日はね、なにめんさんがスタートの週から温めてくれましたけど、今日はですね、なんか横に綺麗な女性がいるじゃないですかって思われがちですけども、はい。前々から僕がお話ししてる、これが午前3時の手帳の会っていうね、創立されたメンバーの、ボスです。まさみんって言います。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあね、飛び抜けてほんとね、いつもね、午前3時の手帳の会の皆さん、講演会とか違うところでもたくさんお世話になってて、本当にね、ありがとうございますってことで、それを作り上げてってことなんですけども、まず思うのは、まあ、この YouTube を見てくれた人たちの中で、それを知って、午前3時の手帳の会に行って、それに実際参加してる方もいらっしゃるわけで、っていうことで、僕はすごいこう、まあ、最初に見た時に、なんで3時から集まるのっていうのもあったし、うん、まずこれ活動を続けても毎日やる。毎日。つまりもう365日、もうお彼岸だろうと、まあ、お盆だろうと、うん、もう正月だろうと関係なく、はい、3時に集まって。はい、まず一つは、なんで3時にやろうっていうのを考えたわけ。ああ、3時を始める前に朝活をしたいなって思って、5時半から、起き始めた、で5時半に起きられるようになって、そして次、5時に起きられるようになって、4時に起きられるようになってってなった時に、その朝活の前に本を読む時間を取りたいなと思ったの、でそしたら、まあ、徐々に早くなって3時っていう時間がもう空気がシーンと澄んでいて、最高だったなと思って。午前3時の手帳会を作るきっかけになった。すごい合理的なのが、この時間帯に3時から5時って基本誰からも邪魔されない。邪魔されなかった。特に子育てのお母さんたちもそうだし、まあ、家事に追われる時間でも旦那さんから何か言われるとか、そのね、もう男性ももちろんたくさんいらっしゃるし、で誰かから電話がかかってくることもない。ない。だから自分のやりたいことに集中できる。いや、本当にそう。ここなんよね。だからそこで集まって、まあ自分もね、時々出たりさせていただいてますけども、その中で見てたら、もうね、午前3時から、みんなバッチリよね。でも、ふと思った。昨日、なにめんさんが時間ってすごい重要だよって話もしたんだけども、その中でも思ったのは、確かに9時に寝れば、3時に起きても6時間睡眠取れてるなって。実際その生活できるなと思って。で、そこで繋がっていく人たちって、すごい温かな人たちいっぱいいるじゃん。まあそのグループごとでもそれいろんなたくさんいる中で全国区でいるし、だから僕はよくなにめんさんもそうだし、僕もやっぱ習慣を変えていくことがすごい重要って話をしていくんだけども、その中であれが習慣になっていけば流れって変わるよね。めちゃめちゃ変わったの。ね。だって初めてもう2年。2年ちょっと、はい。2年ちょっとなるもんね。だから2020年から始めたのか。2020年の7月から始めたの。2020年の7月から2年間毎日3時にみんなで集まって、その上で最初のスケジュール的に言うと、最初に集まって、あれ何分ダンスは10分、ダンス10分、映像流して、そう一緒に踊るの。これがまずすごいなって思うのは、まあこれもなにめんさんか、踊ってる時って人ってネガティブなイメージができない。楽しく踊るっていうで、体を動かしてこうやって、僕もガッツポーズやってやったりするけども、その中で踊ってる時ってネガティブになれないっていう。だから、起きてちょっとぼーっとしてる頭が冷めていくのもそうだし、それ自体が基本的にいいスタートを切る上で、ダンスを踊るってすごいこれもバッチリやし。で、これが終わったら、1時間だったっけ ?1 時間ぐらい。1時間、ズームの画面自体をみんなクローズにして、好きなことをするよね。そう。自分のやりたいことをする。そう。で、それが終わったら、みんなで今日のうち1時間何したのっていうシェアタイム。あ、違う。それが終わったら、みんなおはようって言って、で、自分、起きられた自分を褒めて、褒めて、で、その後に今日何か伝えたい人いるって言って、5分間から10分間のシェアタイム。で、それは全員が喋れるわけではなくて、何か今日伝えたいっていうことがある人が2、3人話をするの。それで。この前出た時、音読しよったよ。今は音読をしようっていう時間が、たまたまそれもご縁で本をみんなにいただいて、でせっかくだから音読をしようって言って、今4時から4時半まで音読をしてる。これを毎日続けてて、なんかそこに人のつながりが深まるんだろうかって一瞬思ったけど、やっぱ深い。実際みんながつながりが深いでしょ。そうでもやっぱり毎日続けてるし、みんなで共有できる時間があるってことから、ちょっとずつ重ねてきたそれが、そういう太く深くつながっていくきっかけになっていくんだろうなと思ったら、やっぱびっくりするし、運を変えていこうと思った時にやっぱ習慣変えるって言ってる中でも、やっぱそこすごい重要だなって思っていく中でも、それを引っ張ってそれをみんなに対して伝えていく中で、これもちろん参加条件っていうのは誰でも参加できるので、誰でも参加できるね、男性も女性もたくさんいらしてっていう中でも、このチャンネルでやっぱりよく話すのって、運を良くするためにはどうするかっていろんな人に聞いていくんだけども、あさみん的には運を自分の運っていうその流れ自体を良くしていくために自分が必ず意識していることって何？笑顔でいること。もうこれ一つ。常に今この瞬間ずっと。そうなんよね。僕いつも動画でも話すんだけども、強運者、運の強い人って笑顔が素敵。その上でもう一つは人を喜ばせることが上手っていう、この2つだけをいつも挙げたりするんだけども、その中でもね、人相っていい顔っていうのは普段使ってる感情なの。だからいい笑顔っていうのは普段から笑ってるから、誰かの前でも笑顔がいいって考えたら、このまさみんとのつながりっていうのも何かって言ったら、大阪でちょっとね、とある有名な経営者の人たちがいっぱい集まってる場所である人に触れられたのよね。触られた時に今ここにはね、大阪ですっごい優秀な経営者の人がたくさんいらっしゃいますと。その中で一番人相のいい人って誰ですかって言われたんで、一番お金がある人かどうかは分かりませんよって、ただ一番人相がいい人はこの人ですって指したのがきっかけだっただからえってなって、だってもう明らかに顔が浮いてた。嬉しい。本当？でもそれは普段からその笑顔を心がけようっていうことをずっと実際で、今日も香取さんの講演を聞かせていただいてる時も、ずっとそばでサポートしてくれてる時も、何がそんなにニコニコできるんだろうって思うぐらい笑ってた笑ってるなって思うところもそうだし、笑顔だしっていう中で、だからそれを見た時にやっぱり普段からの積み重ねっていうところで考えた時に笑顔なんよね。いやー、これね、ちょっとね、午前3時の手帳の会に興味がある人はね、自分の人生の流れを変えていく時ってやっぱ習慣を変える。その中で自由な時間を自分の中で持つっていう、時間の中で昨日何めんさんが話した中では、時間に対する投資っていうものをもしやれるんであるならば、午前3時の手帳の会は一番合理的な会だと思って、やったー、本当にそこをねやっぱり意識してやっていこうと思ったら、習慣、それを変えることで運の流れが変わるっていう中で、それを引っ張っていくね、皆さんのね、またね、笑顔が全員素敵。そう、みんな本当にすごいので、毎日やから、本当にまた明日で別れられる、すごく嬉しいね。どこに行ってもいる、全国でいるし、本当に全国にいるからね。そう、その上でもうおもてなしと奉仕のプロみたいな人たちだけあれみんなでなんか共有してるわけじゃないよね自分ができるベストをやってくれてるっていうことね。そう、自分で考えて、これがやりたいって言ったらやって持っていく。いやー、あれみたい、もうあれもう方たちのね、つながりと奉仕と皆さんの笑顔を見た時に、これを引っ張って、その上でそれを立ち上げて、その上でやっていく目的、その上で知っていく中で、一回ねこの YouTube に出ていただいたらなと思った上で、今日はね偶然というか、そこの香取さんの講演会でいらしたので、ちょっとね、こういう顔ですっていう最初に僕が「はい!」って指した人っていうのが、お金持ちな人を人相で言い当てるかっていうのはね、別に難しいとは言わないけども、やっぱ運のいい人っていうのはお金があってもなくてもやっぱ豊かに生きられるっていう能力を持ってる人はやっぱ人相がいい。でもそういう人たちはやっぱり笑顔が素敵っていう中で、代表的な、この3時の手帳の会のボスであるね、まさみんに来ていただきまして、この笑顔素敵でしょうね。ありがとうございます。いや、もうこちらこそです。いや、もう嬉しいです。今日はね、本当そういった感じで午前3時の手帳の会ということで、もし興味のある方は、ぜひね調べてみてくださいっていうことですかね。うちではガッツポーズで送るんですけど、いつもの笑顔で送ってもらってもいいですか。では行きます。行きますね。今日もガッツポーズでいきます。せーの、おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。